おはようございます。大家早上好。今日は春晴れ、はるばる3時間半運転して茨城県にあります常国寺へ来ました。今日はこちらで法要があって、その法要で説法じゃなくて演奏をさせていただきます。いやー、由緒正しきお寺で、曹洞宗の禅宗ですね、1440年に建てられたお寺だそうです。1440年だから2万2000年でしょ。だからもう600年ぐらいですね。いやー、ちょっと行ってみましょう。有機系菩提寺とありますね。木造の三門ですね。ここが乾隆山、龍を見る山、こんにちは。素敵ですね。立派なお寺ですよ。そうですね。はい、ほっとしますね。いや、お天気も素晴らしい。そしてずらーりと羅漢が参道の両側に鎮座されて、いやー素晴らしいね。こちらはお地蔵様でしょうか、こちらは三門ですね。早起きは三門の徳の三門じゃないよね。三門くぐって正面にあるのは本堂ですね。エコーが綺麗に聞こえますね。本堂に向かって左側に六角堂、六角堂があるんですね。そしてその手前に鎮座されているのは観音様でしょうか。こんにちは。今日はいいお天気でいいですね。映像ではお伝えできないんですが、境内に線香の香りが漂ってて、いやーなかなかええですわ。なんだい関西弁やな。小持ち地蔵ですかね。もう子供はいいや、よく頑張ったから。はい、です
ね、こんな感じですね。お地蔵さんがいっぱい、お地蔵さんっていうか羅漢ですよね、羅漢さんが至る所に座って、こちらが真ん中にあるのはお釈迦様ですね。お釈迦様が座禅された時の、ことですね。苦行ですね、こんなに痩せられて、ね、人々を救うために。いや、迫力ありますね。控え室で音を鳴らします。あずやります、ありがとう。行ってきます。中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なく辺りへ溢れております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様はその池の淵にお佇みになり、水の表を覆っている蓮の葉の間からふと下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下はちょうど地獄。いや、本堂の響きにどれが合うのかわからなくて2丁持ってきたんですけど、どれもいいな。こうつつけがたし。お寺の本堂の前です。今までは1時間半ぐらいリハーサルしてきたんですけど、お寺の本堂ってね、寒いんですよね。そう、体が冷え切っちゃって表に出てお日様に当たってるんです。じわーっとこうなんか電流が流れるように体が温まっていくのが感じます。太陽はありがたいよ。いや、今日の本堂で演奏するわけですから、どっちがいいのか2丁持ってきたんですけど、こうつけがたしなので、ありがとうございます。いつもの家宝に、家宝にしますわ。トイレはないかな。トイレ、お、なんだと、水槽がある。うわ、なんか熱帯魚、なにこれ。うわ、シルバーアロワナだよ、アロワナ。うわ、
これはこれは恐れ入りました。太古の魚ですよ、太古の魚。おお、貫禄ありますね。うわー、いいな。この 水槽ざっとどうなんだろう、160センチぐらいですかね。うわー、ゆうゆうと泳いでるわ。ちょっと、おお、汁があるわな、あるわな、あるわな、あるわな。チュッ。すごいね、これ。コーシーさんの趣味ですね。あ、そうなんだ。うん、ちょっと。すごい高額な魚だと思って。これシルバーアロワナですよ。あ、知ってるんです。うん、知ってます。私も魚マニアなんで。じゃあちょっと嬉しいです。うん。うわ、これいいな。そうなんだ。ね、めったにお目にかかれないわよ、これ。おい、こんにちは。ちょっとなでなでしようか。なでなでなで、こうやってなで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 。どちらに住んでる魚ですか？アマゾン。あ、そっから来たんだ。そう、アマゾン原産。うわー、いいなー。いいな。またの金魚ちゃいますよね。うん。なんかうちの金魚はこの子の餌になるよ。いやいや、パクッと。わあ、いいなこれ。お弁当も私のわがままを聞いていただいて温めていただきました、ね、中国人は冷たいものは食べられないので。あ、そうなんですか。嘘。Thank you.
大家早上好。ただいま見ていただいたのは昨日の、ことです。茨城県の結城市にある、上国寺、禅宗のお寺さんですね。での大般若会の様子です。この行事の後、演奏させていただいたんですね。初めて行くお寺さんで、久しぶりのお寺での演奏で、やっぱり本堂って無垢の木造建築の響き、いやもうすごく自然で良かったです。まあね、自分の演奏は自分でなんかね、ビデオ撮れないので、お聞かせできないんですけれども、お寺のね、様子を少しでも、お見せできたらいいなと思います。そして若い副住職さんと仲良くなって、そう、魚を飼ってるんですよ。ね。ぜひご覧ください。というか、もう見ていただいてるんですよね。ありがとうございます。それでは、ごきげんよう。さようなら。再见。